はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、なんか新しい、ライバルリーイベントね、来てますね。ちょっとこれ軽く見ていこうと思います。ということで、イベントマッチグータラゲーマーとの激戦ってやつですね。まあこれに関しては、はい、ちょっと遊び方見てみますと、手強いライバルを倒してライバルリーボールグータラゲーマーとの激戦を獲得しよう。手に入れたライバルリーボールグータラゲーマーとの激戦は、専用の交換所で、各種アイテムと交換可能。さらに本イベントでは、勝利時にごく稀に、レア引き換え券を獲得できるよと。で、稀に獲得できる引き換え券でスタンプとかステーキが手に入るよということみたいですね。はい、そんなところか。まあ、一応、初級、中級、上級、長級というふうに、4段階に分かれていますが、獲得できるね、ライバルリーボールの数は10、15、20、20ということで、まあ、無理に長級を回る必要は全くないのかなという感じですね。まあ、とりあえず、初回報酬があるので、全部1回はクリアして、ジェムを回収しておきましょうという感じかな。あとは交換所だね。こちらに関しては、基本的には素材と交換なのかな。まあ、納豆納豆会っていうね、納豆サラダ餃子まで、カレーやステーキはボールとは交換できないみたいですね。あとはエネルギードリンク、プロテインバー、ブルージェムか。まあ、ジェムの回収ぐらいかな、正直。で、レア引き換え券で限定スタンプボーってやつと、ステーキとブルーロックコインという形みたいなので、まあ、あそっか、レア引き換え券のドロップ率は違うのかもしれないね、上級と長級で。ライバルリーボールの数は一緒だけど、あ、そうだね、そこはなんか違いそうだね。稀にステーキは落ちるみたいだし。はいはいはい、なるほどね、と。あー、そうですね、どうなんだろうね。まあ、なんかライバルリーボールの数だけで言ったら、無理に長級回んなくていいかなとも思ったけど、レア、引き換え券のドロップ率はおそらく違うんだろうね、この感じだと。そっか。まあ、でもレア引き換え券に関しては、ステーキ、なんだろう、ゲーム的なね、ことで言うとステーキぐらいしか手に入んないし、まあ、スタンプに関してはね、ほんと、今のところまだそんなに使いどころあるわけじゃないので、まあ、欲しいと言えば欲しいというか、まあ、手に入ればね、使うけど、ぐらいの感じかな、というところですね。まあ、ブルージェム回収だけでもいいんじゃないかなという気はします。本日限定納豆っていうところが、まあ、デイリーでね、交換できるもの変わってくれるのであれば、まあ、交換数がね、リセットされるだけで毎日納豆だよってなったらいらないんだけど、日によって交換できるもの変わるんだったらまたちょっと話違ってくるかなとか、そんな感じですかね。はい、とりあえず、まあ、今回はね、なんか新しいイベント来てたんで、見てみましたよと、言ったとこですね。はい、ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。